今ちょうどですね、屋久島大田高校の、僕が時々やってます白熱教室の、生放送に向かうために東京校に向かってるんですが、まあ先日ですね、その、中学校の先生とか、高校の先生、小学校の先生向けの、講演会でもお話しさせていただいたんですけど、やっぱり教育の一番の目的って子どもたちが幸せになることだと思うんですね。でそれはやっぱり自分自身を受け入れるというか、自分自身の個性を生かせるということだと思うんですよ。でその中で、教育において時々、重視されがちな、例えば進学実績、あるいはその前提としての学力、それからそのスポーツで野球でいうと甲子園に出るとか、サッカーではすごい選手が出るとか、あるいはその、まあ、いろんな競技でオリンピックに出てメダルを取るとか、そういうことは本当、まあ、それは素晴らしいことで、例えばじゃあ甲子園に出るとかね、高校の駅伝で優勝するとか、そういう成果を上げることは素晴らしいことなんですけども、でもそれ自体を教育の目的とするっていうと、ちょっとなんか、気をつけないとずれてしまうことがあると思うんですね。このようなその勉強にしろ、スポーツにしろ、あるいは他のなんか目に見える、まあ、成果っていうんでしょうか、アチーブメント、これは素晴らしいんですけど、それは子供が幸せになるというか自分の個性を生かすってことから言うと、プロキシ PROXY、仮初めのゴールに過ぎないんですよね。これ大人でもそうですよ。例えばお金をたくさん儲けたいとか、社会的な成功をしたいって言って、それで努力して頑張る方、素晴らしいと思うんですよ。ただそれもやはり仮初めのゴールで、生きることそのものではないわけですよね、そういうことは。ですので、我々その仮初めのゴール、プロキシのゴールはもちろんそれを仮に置いてそれに向かって努力するってことは否定されるべきことでもないし、自分の志望校を目がけて一生懸命勉強して試験通るように頑張るとかね、オリンピック出場とか、大会出場のために頑張るってのは、それはもう尊いことなんですが、それは、人生そのものではない。で失敗することもある。それからある意味では圧倒的多数の、生徒、圧倒的多数の人間、我々大人も含めて、そういうことと関係なくごく普通に暮らしてるわけじゃないですか。それが悪いことでは別にないわけじゃない。だってそれでいいわけじゃない。人間の営みってのは古来ずっとそういうことだったから。だからその分かりやすい、なんていうかな、進学実績とかスポーツの、成果とか、そういうことだけを追い求めると、教育というもの、学びというものの本質からずれていくんだろうなと思うんですね。で僕はそれは脳科学やっていても、人間の脳というのはやっぱりそういうプロキシ、仮初めのゴールというものを大事とはしつつ、でもそれと生きるってことの喜びっていうのはまた違うとか、それは僕が英語で書いて今ドイツで14週連続1位になっている以上ですね、信号が変わって青になりそうなことをしてるんですけど、生きがいのこととも繋がるわけですし、そして役所大沢高校、大沢高校で大事にしている教育理念っていうのもそこら辺にあると思うんですね。もちろん役所大沢高校も勉強頑張ったり、スポーツ頑張ったり、そういうことは多い、頑張ってくれと、アート頑張る、漫画頑張る、アニメ頑張る、いいんだけど、やっぱでもなりたい大人になるっていう大沢高校の教育理念というのは、僕当たり前の人間の力ってことを大事にすることだと思いますし、それが一番大切なことで、でなんていうかな、自分の個性をね、生かす努力を一生懸命やって、その結果気づいてみたら、勉強でもスポーツでもアート芸術でも何でもいいんですけど、人との関係でも、なんか素敵なことが起こってたら、それは、結構なことなんで、でも最初からそれを目指すっていうと、やっぱりちょっと違ったものになっちゃうんだと思うんですよね。そういうことを今ね、ちょっと雨かなり降ってるんですけど、傘もささずに西新宿を校舎の方に向かって歩きながら思ったところでございます。マルセル・プルーストの失われた時を求めてはね、そういう形でその
人生の喜びってのは何気ない日常の中にあるってことを伝えてくれる素晴らしい小説なんですけども、学校における学びというのもプルーストの失った時を求めてに通じるのかなと。ということで大空高校の東京キャンパスで大体大人になるための授業をしてまいります。